仏教あれこれ、始まるよ。財宝が人の心を独女に変える。ある時、釈尊と阿難が謝国の荒野を歩いていると、他のほとりをご覧になり、大独女がいるぞと仰せになると、阿難が悪独女でございますと答えた。その時、これを聞いた農夫は気になって見に行った。すると、大量の財宝が埋まっていた。農夫は早速家に持ち帰り、貧しかった生活は一変し、衣食は欲しいままになった。その様子を怪しんだ役人は、農夫を捕らえて牢屋に入れてしまった。正直に言わなければ重い刑を科すぞ。独女、悪独女でございます。これを聞いた王様は自ら尋問した。どうして独女、悪独女というのだ。私が田を耕していると、釈尊と阿難が独女だ、これは悪独女だと話しているのを聞きました。今、私は財宝が独女であったことを悟りました。王様は言った。お前はよく仏の真実の法を説いた。未曾有の言葉である。財宝はお前のものである。農夫は言った。これらの財宝は供養したいと思います。見てくれてありがとね。仏教あれこれでした。またね。 See you again.